こんにちは、みねさん。やばい、遠い。おはよう。オーラー、こんにちは。メイクをする配信。ルイチさん、こんにちは。タカ君、オーラ。大輔、鈴木さん、こんにちは。チョミさん、翔平君、高木さん、シバさん、シュンジさん、おはよう。いじりさん、いじりんりんの家の居候さん、こんにちは。居候です。どうも居候をやらせていただいてます。居候でございます。こんにちはです。トライさん、おはよう。今日もいい天気。いや、今日やばい。何だったっけ。33度。今33度です。東京おかしい。マジ頭おかしい。行かれてやがるじゃ。まだ夏本番前だって。本当だぜ。どういうこと、どういうことなの。シムさん、こんにちは。あ、ごめんよ。あ、いいね、いいね。これいいの、これだけ取ってなかった。そうな、あ、それいい。これいいよ。ちょっと待って、めっちゃ気になっていた。私は、あの、でもメイク用品によってもろもろ出るから。あ、うんうん。夜寝る前とか、朝、今日はメイクせえへんなっていう日は、うん、洗顔後に。へえ、そういう感じ。もろもろ出るの、うん、もろもろ出たらその化粧品とこれは合わへんってこと。なるほどね。あんたーんって、あんたはすっぴんで、すっぴんです。エンパイナリティのお金がめ、すいません。これ取ってきてました。すいません。いや、梅雨消えたよね。初老です。梅雨の元からないの。いや、一回も来てなかった。そうなんだった。存在しないんだよ、別に。初見の可能性は少なからずあります。初見ではないんですよ。初見ではないものだった。初見詐欺か。初見詐欺すんねん、ずっと。やってんな。ずっとすんねん。やってんな。やってんな。レオさん、こんにちは。あんたん、ホテルあんたんの具合がいいです。めちゃくちゃいい。ホテルあんたん。確かに。激ダサ。めっちゃ面白いですね、でもね。いいです。すごい。すごくいいです。水虫さん、こんにちは。加藤格闘中、頑張って勝って。はじめまして。好みで、ばし好みじゃないよ。よく寝る、めっちゃ寝れました。本日はアシスタントとお送りしてる感じなので。そうなのです。今日の MC はあんたんでしょ。なんでだよ。すっぴんじゃ映れないですって、いじりさん。なんですか、結構ってるんですか。なんですか。気使ってくれてるの。そう、一瞬だけ遠くなりますね。あ、全然ありがとう。アンリミ延長戦会場はこちらですね。あ、そっか、アンリミやだ。いや、懐かしい。懐かしい。アンリミテッド、アンリミテッド、アンリミテッド、アンリミテッド。懐かしいな。やってたの。あ、ウーカさん、ナイス。ウーカメインの箱押しさん、ファイトとお疲れ、ナイスです。ありがとうございます。あ、あんたん来てくれたよ。ここにいたら顔が映ってしまうことをちょっと初めて知ってしまう。こっちしようか、ちょっと。別にいいんだよ。あ、こうすると私の顔面が見えた。すごくない？怖いんだけど。こうやってる。やば。いいな、ちょっとだけ。あれやったらもうこうするからね。いや、なんか映ってはいけないよ、一人でやってるから。モザイクみたいなね。あんたんここだよ。夜更かし、夜更かしってほどではないかな。うん。てこねこねこねさん、こんにちは。12時までには寝て、12時にワードすよ。2時までには寝てよ。うん、確かに2時までには寝た。いつもより早い。アンリミ最下位やって。前にいるのは誰。これはアンタン、いじりアンナです。どうも。めっちゃアンタン結構いい感じでおでこ映って。イベント期間中なの、かわちゃんさん。もしよかったら応援していただけると嬉しいです。嬉しいです、嬉しいです。メイクする前から可愛いです。だって優しい、優しいじゃん。優しい人たちじゃん。私の時となんか違うよ。扱いが。じゃあ、あんたのことやな、多分。リップしてるあんたん可愛いって。リップしてるあんたん。リップしてない私も可愛いって言ってくれる。そうだ、あんたんはいつも可愛いんだよ。あんたんが出てた有吉反省会、今もたまに見てますって。すごい、え、録画してんの多分。え、すごい。まだだって残してる人いるって言ったの、私の。え、すごい。あ、
ありがたいね、そうやってなんか一つ一つを切り取って大切にしてくれる人、宝物のように大切にしてくれる人いや本当にありがたいですね。本当だよ。ちなみにこれ何のイベントなの？これはスペイン料理レストランの、うん、スペイン料理店の横浜にあるの、うん、イメージキャラクターみたいな。めっちゃいい。スペイン料理店やから、うん、あ行くっきゃなくないとか言って。なんかスペインやし。いいよ。そうやってるの。スペイン。あんた取るしかないよ。でしょ、うん、でなんですよ、皆さん応援よろしくお願いします。さあ巻き返さないと。かおちゃんさんハートありがとう。ロン毛の男かよって言われてんねんけど、ロン毛の男じゃないあんたんあんたんみちの配信ジャックしてもいいんだよ。ジャックしないです。あんたんはねポコちゃんやってるんだよ。かおちゃんさんハートありがとうございます。ゆうちゃんこんにちは。あんたんも可愛いよ。ありがとう。何を発信してかおちゃんさんハート100個ありがとうございます。実はポコちゃんやってるって公にしてないでツイッターとかで。あ、そうなん言ったらあかんかったかな。うん、言っては全然いいんだけど、あえて言ってないだけ。そうなん、うん、なんでなんなんか、配信をやることに対して結構否定的な一部の一定層もいるから、うん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 。その人たちにわざわざ反感買いたくないなと思って、あ、応援してくれる人だけに応援してもらおうと思って一旦やめてる。なるほどね。でも無事ピーター行けたから、うん。おめでとうございます。言ってもいいかなと思って。言ってる私もいるけど、うん、やっぱりやめとこうかなって思ってる私。なるほどね。やみこもさ、ショールームの時間、うん、この時間に配信しますみたいなのを言うと、うん、フォロワーが減るからなぜか。あるあるやな。そうだから言いたくなくて、うん、ツイッターであんまり言ってないな。私なんか顔面乗せるたびにフォロワー減ってるからそれやばい。ハート投げたくね、ありがとうございます。昨日の夜は寝てました、すいません。おはよう玉ねぎさん、かあちゃんさん、だるまさんありがとう、みずむさんかわいい、ありがとうございます。メイク終わってしまった、今からなのよ肉食べ放題なんですか。かあちゃん、だるまさんいっぱいありがとうございます。朝一パソコン固まっててめっちゃ焦った。そうやばいな、復活100個もありがとうございます。今日も暑いです。うちのユーザープロフがどうやって見るんですか。わからん、どうやって見るの。コメントとりあえず上にまで行こう。関東今日は晴れです。唐揚げ定食いいな。ペペさん、へしこチョコ味。へしこって何、へしこって何。あんたんいじりに行っていいならフォローしとく。ありがとう。過度ないじりは罰金取ります過度ないじりは花火、花火はちょっとお高いんで。皆さんこんにちは。333か666の罰金。333か666の罰金だそうです。うちも応援してます。ありがとう。ジョちゃんは昨日酒飲み配信してた。へえ、そうなの。G は出なかった。あんたんちには出ません。わかんないよ。今手出ないだけかもしれない。出ないと信じてる。一周とかもとありがとう。ウーカメイナゴーさん、ナイス。アジサイありがとうございます。ターボーハートありがとう。とりあえずバーって読んどこう。アバターをタップしてユーザープロフィールをタップするの。アバターをタップしてユーザープロフィール。ユーザープロフィールはこちら。あ、いけた。行きました。いっぱい出てきた、なんか。タカさん、ハート100個ありがとうございます。なぜか初訪問になって。なんでや、ノーマルさん、アカウント変えた？今日は父の誕生日なので、兄と兄の子供が来てます。めっちゃいいな、なんかそれ。666の罰金ポカーン。ひかりくんこんにちは。コロナワクチンの副反応でヘロヘロくん、うわかわいそう、大丈夫ですか。横浜のレストラン夜景見に行くとき行けそうって。あ、かわちゃん、もうね、そう、行け、うん、それが叶いますように。いじりさん、そう、いじりさんち、あんたんちはじいはできんだよねって、うん、できんだね。できんです。過度ないじりは罰金案件、昔からいじったことがありません。逆にね罰金の代わりにエミチにギフトを投げましょう。だって今のこのタイミングやったらもう私にじゃんじゃんアカウント一つの、なんでやろ、あんた次期アニメのおすすめある。だって私ね、実はそれアニメ見れてないんですよ。あんたんがなんとアニメを見てないそうですやばくない、あんなにアニメ言うてた私は。うん、アニメ読みなくなってしまった。あんたはもうちょっとハート投げていいって。あんたに許可取ってんの。いいよいいよって、投げたり投げたり、いいよって投げたって、許可もらいました
プロフがこの前紹介した、あーそういうこと、めっちゃ可愛いじゃないですか、可愛い。あとアーポンも今日は横浜行ってる、え、そうなの、マルチさんこんにちは、チェミさんはとテレビないからそうか、テレビないから、あんたん元気だよ、かわちゃんハートありがとう、あんたんテレビの受け取りに事務所行っておいでって言うの、そんな持って帰れる大きさなんですか、いや受け取りにって、マネージャーいつも送ってくれる、うん、あの配達やってしてくれるから待ってる、テレビ取りに行くってだって意味わからんぐらい大変そう、うん、まあな、ね、重いしな、うんうんうん、あーそっか、ファンシーのイベントか、かわちゃんさんハートありがとう、ありがとうございます、あ、みずむさんもだ、みずむさんも来て、え、ありがとうございます、両方ハートハート、かわちゃんとみずむさんハートをこう、ありがとうございますこんにちは、今日もおし集めしてるよ、わーありがとうございます、助かりんご、ありがとうございます、いやほんまにありがとう、みんなハート100個ナイス、ありがとうございます、あ、そんなに大きくないやつなんですやって、手で持っていけるぐらいの大きさってことか、やだ私はフォークより重たいものは持てないカバンも持てないそうです、昨日4時会ま、4時までオフ会してたってどういうこと、楽しいやん、4時までオフ会、やばいな、イベントでってことやろ、すごい、え、アーポンさん、うん、すごくない、酒飲みやな、お酒飲んでてってこと、そうだろうな、うわお、みるみるさんこんにちは、みずるさんハートありがとう、かおちゃんさんハートありがとう、石田さん、お花ありがとう、本当にありがとうございます皆さん、ピャピャ、あ、なんかやばいと思った私、眉毛描いてないまだ、眉毛描かへんかったら顔って死ぬよね、え、テキーラ飲んでたって、やーばーやーばー、かすやん、すごいな、しかもこうみんなと一緒にってことやもんな写真撮られた、眉毛ないからただのヤンキーやだ、いや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 、なんか眉毛描いて、描こう描こう、ちゃんとほら出来上がったらやだやだ、さっき眉毛描きます、ちょっと眉毛描かせていただきます、あんたに盗撮された、盗撮ではなかった、みずむさんハートありがとう、微力ですがあんたがいいって言ったからさ、ハートありがとう、かわちゃんさんありがとうございます、むちゃくちゃ嬉しいです、本当にちょっと追いついていかんとあかんので、巻き返していかんとあかんので、いけるよ、エミカ、あの人を信じよ、信じる、だっていつもファンの人が何とかしてくれてたもん、そうだよね、みんなが何とかしてくれるって、そのシーンでミカも配信頑張る、はい、頑張ります、はい、めちゃくちゃ頑張ります、あれ何をされしかね、お嬢さん眉毛のシャドウです見つかったよ、アップお酒強そう、カタカタ、うん、いや強いよ、強いよね、気持ち悪いぐらい強いよ、いやすごいよね、今からぼーちゃんのライブやから昼配信見れないごめん、あ、そっか、いってらっしゃい玉ねぎさん、あれ1時、あ、そっか、みずみさんハートありがとう、逆流性食道炎でこの前まで苦しんでたのに、あーしんどいのよねそれ、やばそう、かわいそう、それでお酒すぐ飲めるの強、泉さんハート500個ありがとうございます、逆に洗い流してるんじゃないアルコールで、あ、そういうこと、洗浄的な、胃を洗浄、胃食道か、あんたにメイクのこと言われるとか、あんたもメイクするんだよ、えみちの誕生日には彼氏さんから何もらえるのかな、おいバカにしてんのか今ちょっと反応遅れたけどメイクのこと言われるってバカにしてんのかおい、ちょっとカンカン買いました、ギフト、ギフト投げなんか、ポコチャやったら花火やぞ今の皆様花火投げていってください、ポコチャ、今日これからうちのお嬢様のガチベ後半戦なので欲しなくなる、うわそれはやばいな、後半戦なの、エミスの誕生日にチャコ呼んだわ、玉ねぎさん、だるまさんいっぱいありがとうございます、
いっぱいありがとう。部屋の大きさが分からなかったし、32インチやって背負って帰る、それはやばいやろ。何時まで星返し行け、今何時ですか皆さん。11時半、え40分、何時までって書いてた昨日。私あんたが一曲歌ってくれればすぐ逆転そんなあんたんなのそれは。だるまやっこしんじさんありがとう。私昨日何時までって言ってました皆さん。40分まで40分までで合ってますか。マルスさんごめんなさいって謝ってる。かわいい。いいで。だるま500個ありがとう玉田木さん、ナイスです。切れるあんたもはやエモいエモい。この2人の関係性はそういうことガチベ。そっか、それが大変なんね。なるほどなるほど。今最終星集め中なんで余裕。ありがとう。ずかさんにテレビ注文して、確かほんまやん、ほんまや。今日星集めてきます、ありがとうございます。40分まで書いとこう。テロップ中、タイムキーパーさん誰かお願いします。10分まで次回2時からです。できた。玉ねぎさんマジで玉ねぎじゃない、だるまいっぱいありがとうございます。ミスったミスった。玉ねぎさん、だるまさんありがとうございます。私はメイクをつけよう。パウダーがない。パウダー使う、そこにあんねんな。取ってくるわ。みずむさんありがとう。玉ねぎさん、だるまさんありがとう。あ、やべ、滑りかけた。気をつけて。すみませんね。よいしょ。あった、パウダー。だね。よいしょ。うん、うん。ディオール持ってんの嫌やな。ええやないか。いいの？ええやないか、ええやないか。どこにすんの？ストーリー。わ、ストーリー？もうちょっと可愛く撮って。これ撮ったらいい？スノー使う。あ、お願いお願い。写真撮られますのでちょっと気合い入れます。少しごめんなよ。玉ねぎさんマジでありがとうございます。あかねによろしく言っといてな。高機能ゴミ箱つかさにしよう。ほんまに買うの、ただいきさん。いえ、1000個やん、やっぱ。ありがとう玉ねぎさん。ちょっと待って、何が漏れるのか私には分からん。エミちゃん T シャツ大丈夫よ。何に撮ってんの。スノーのほっぺたにハートつくやつ。うん、うん、これはどうどう皆さん、これいいよ。私ちょっともうちょっとあのほっわかんなあ、スノーとかで写真撮らんくなったら。ああ、あ、これいいよ。はい、実家ドルミシン。あ、すごい、これストーリー機いいよ。めっちゃ顔隠す、隠れほぼ顔隠れてるやつ乗ります、ストーリーに。すごい、ダルメシア、かわいいダルメシアに乗せてくれた。エミシの T シャツ大丈夫よ、作っても売らなかったら。サンシーフルコイコンプリート、ありがとうございます。あなた肌弱いから化粧品送るのためらうのよね。あ、そうか、確かに。オーケー、坊ちゃんに言っとく、ありがとう。頭ほんほん、ファンの人も探り探りで送ってくれる化粧品。あ、そうなんや、うん、へえ、これはいけるかな、うん、どうかなみたいな。なんかそのお店の人と相談して、うんうんうん、いけるかな。そうそう、優しいな。でも水村さん、ハートナイスありがとうございます。全然それは大丈夫よ、売らなかったら T シャツ。うわ、音符ナイス、玉ねぎさん、水村さん、ハートナイス。あんたんが可愛く撮れないと逆に罰金やって言われてる。どういうことや。朝ごはんは2人とも別々。何食べたい。
朝ごはんっていうかもう昼兼用やけど、うん、何食べた？私全然がっつり食べれる。同じくがっつり食べれそう、まあ、ウーバー頼みます。そうします、ウーバー頼みます。みずるさんありがとう。ド派手に手全集中でカウントします。ありがとうございます、ありがとうございます。全集中カウント、あ、無音なの恥ずかしい。なみかん、じゃあ救急車。みずむさんハートありがとう。じゃあこれを探していたのよ私は。はじめまして、しゅうさんいらっしゃい。じゃあもし作ってえみちに送るの、あ、全然大丈夫です、ありがたい。2週で断じ上がった、すごい、ありがとうございます。皆さんいっぱいあれしてください、押し投げてください。ズバーン作ってあげなはれって、ズバーンする？じゃああれやね、がっつり食べるから、これはあんたへのプレゼントだから。えみちがスペイン風なんとかとか作る？ウーバーにします。めんどくさがってるやん。こいつらじゃめんどくさがってるやん。いやだってスーパー行かなあかんって言ってたよ ね、 そ う、 ねな、そう、今冷蔵庫なんか何もないの。そう、それは作れないわ。ほんならスペイン風なんとかね、作ろうと思えば作れんねんね。それで、そうそう、たださ、やっぱウーバー今日頼みたいなみたいなさ、うん、あるじゃん。え、何食べようかな。あ、あんたんがストーリー載せましたって通知来た。やべ、バレた。スキヤ、マクド、ケンタッキー、ピザハット、モス、なんかようわからんハンバーガー、そういうチェーンみたいなのしかないんか。なんかカレー、うん、なんか丼物、お寿司、中華、ほうほう、ドトール、中華、中華、中華を、ヤンニョムチキンのとこ、お、ココイチ、うんふん、ローソン、ローソン、吉野家、お、ちょっと高いお店、高いお店はな、タルタル食堂、あぶねー、場所言いかけた、場所言いかけた、あぶねーよ、場所言いかけた、危ない危ない、地域の名前言っちゃダメ、危ない危ない、後でゆっくり見よう、メニュー見て決めようか、名前だけじゃ分からない、そうなのよ、そうなのよ。私でもな、いつか行ってみたいな。うん、私最近ほんまに最近発見してん、うん、なんかスーパー、ちょっと透明なスーパー行くときに、うん、なんか林があんのよ、林行って前に、うんうん、でその林の中に光が見えんの、うん、誰か住んでんのこの林の中にと思って、うんうん、今度調べてみようと思って一周したんよ、うん、ほんならお店があって、イタリアンの、おしゃれ、いや、なんかおしゃれな感じやった、うん、ほんまにすごい。で森の林、森の中のイタリアン、ありそうな名前な、かわいい、確かに森の中のイタリアン、いいやん、おしゃれやん、高そう。でも水村さん1000個もありがとうございます。はじめまして、伝説の高にこんにちは。ひょっこりはん、ひょっこりはんしてます。あんたそう、しばらくあんたん家にお泊まりさせていただきます。じゃあもすいません、あんたの声目が覚めるからアラーム通知音にしようかな。あら、ちゃんとお金払ってくださいね、あんたに。起きて、朝だよ、起きて、あ、撮れた、みんな久々に MC を顔見ました。嘘、マジで、みんなおでこを上げてた、高っ、高かった、ランチメニュー高っ、あれ、しかし美味しいのかどうか、え、高かったら美味しいんじゃないんかな、本当高いものイコール美味しいとかじゃないからね、じゃない、どうなんやろ、イタリアンやろ、うん、パスタとか、味が美味しいって言ってる、パスタ、パスタとかピザとか、パスタ何円、ちょっと待ってよ、2000円いくんかな。マダブさん、クロさん、こんにちは、はじめまして。ズバン、細い泡めっちゃ出てビビって、何それ、そんなん出た、ランチメニューで、うん、A ランチ1200円、あ、あ、平日やこれ、土日祝は1800円取られる、おーっと、前菜とパスタとカフェ、いやそれやったらいいな、なんか、まあ確かにね、うんうん、あとはワンプレートランチっていうのがある、あーなるほど。
しそう。でもちゃんとしたメニュー載せてないの。今年アナサキスが多いから生魚は気をつけないで、ね、生魚気をつけてくださいって。わかりました。アナサキス痛いな。痛い。知らんけど、うん、経験したことはないけど、なんかほんまにさ、うん、海外のなんかちょっとしたカフェに行ったみたい。あ、ほんまや、めっちゃおしゃれ。え、おしゃれ。え、これでさ、朝昼兼用のブランチみたいな、うん、めっちゃおしゃれじゃない。あ、今度行こう。行こう。今度今度、もう今行くとこちょっといろいろあるからな。美味しそうでした皆さん。森の中のイタリアン。トトロ？白龍さんこんにちは。あ、おかえりなさい。西目行きます。いや、ありがとうございます。怖い話かと思ったら森の中にイタリアン。おしゃれな話でした。25分了解。ありがとうございます。あと15分。白龍さん可愛いだって。ありがとう。サック、からサック、あ、50カードお届けします。ありがとうございます。エミカと行く前に一回私ってちょっと偵察してくる。あ、マジで、うん、分かった。美味しかったでみたいな言ったんやけどな、ちょっと今一つやったわって言うかもしれん。もう行かんでいいかもしらんわ、うん、みたいな。いや、行きたいな。でもね、おしゃれやった。めっちゃ美味しそう。48の時から知ってるんよ。ありがとうございます。タコ兄さんフォローした。もうパスタ嫌い。パスタ嫌いな。あ、でも私も別に特別好きではない。私でもお蕎麦の方が好きかも。確かに。どっちかというと。分かる？うん、麺やったらラーメンとかの方が好きね。え、このパフェちょっとおしゃれなんですけど。え、やっぱゴロゴロフルーツ美味しそうね。おしゃれ。ほんでお腹空いてきた。お腹空いてきたよ。お腹空くよ。生きたらな、なんなら私生理前だし。ああ、それはやばいな。食欲、副反応はとりあえず肉食べて治します。ルフィか。チャミさん普通やね。普通、何が普通なんだっけ。あんた48歳になったら池袋で48作ろう。どういうこと。やだよ。どういうこと。かぐさんこんにちは。かぐやんさんこんにちは。あんたんがおしゃれなシティガールになってる。あんたんおしゃれなシティガールになってるの。それで、そう、あんたんえみちの日常会話聞いてるだけであるけど、だから全部コメント読めてないけど許して。シンジさんナイスハートありがとう。偵察部隊です。部隊っていうか一人やもんね、うん、2周目とカウントフィニート。ありがとう。グラッツ。シンジさんハート100個ありがとうございます。美味しくなかった時へこみそう。確かに。なら僕も行きますよ。かっこ財布やって。お金だけください。お金だけください。だって財布だけください。財布だけ、事務所に送っていただくか、うん、DM になんかコード送っていただくか、うん、ガチのやつ最悪で言ってます。今一つって言った後男を連れてくかも。どういうこと。あ、ミカと行かずに男と行くってこと。おらんねんそんな男。ぶっ飛ばすぞさっきから。はい、皆さんまたもう一回罰金。罰金です。やめて、みんなそうやって私に彼氏いない事情いじってくんの。かわいそうな。攻めよう。お、さすがフォローありがとうございました。カニさん、イタリアンならサイゼリアがおすすめですよ。確かに美味しいよね。サイゼリア私は大好きだよ。ミラノ風、あ、コンプタージュ、ミラノ風、ミラノ風ドリアと小エビのサラダが好き。あ、美味しいね。美味しい。サイゼリアいいね。石田さん、タコナイス。タコ、あんた猫アレルギーなのね。そうよ、軽めのね。かわいそう。池袋は豊島区、都市が豊島48。ああ、そういうことか。なるほどね。お財布に反応するイジネさん。あんたにだけどが大好きだとお伝えください。懐かしいな。だけど、あの加藤さんがだからって言ってだから、だけどです。あ、空気読めへんって。河野さん空気読めへんって絶対言うなあかん、そのタイミングで。素敵。空気読めへん。私でもちょっとつぐんだのに口を。だけどじゃ、だけどやんだ、だけだからって言ってんだって頭で思って。みんなゾワゾワしてたの。しっかり突っ込んだ。お金払っても一瞬すら座れない。お金払うだけかわいそう。いいじゃん。シェイキーロフ、シェイキーロフ。あんたは昔握手会でお座りになりました。あ、そうなんや。ですか、お座りした。あ、ごめんごめん。あ、エミカさん C って言われたから知ってる。
ニサキスはほぼ天然の刺身を買うと気をつけないと。養殖はほぼゼロに近い。へえ、養殖買うべき以上。あ、コメント全部消えた。うーん、ごめんなさい。一回全部行こう。カラオケ行ったりする？俺は全然行ってない。カラオケな、いかんな、いかん、あんまり。いっぱい行きたい。でも楽しいよね。でも行くとカラオケ行ったら、ネネビーの曲歌ってよって言われてだるいから行かへん。ネネビーの曲だいたい一人で歌われへんもんな、うん、こう一緒に歌いたいし、うん、こう自分の歌パートじゃなかったなみたいなところを歌ったらさ、そうそうそう、なんか音外れてさ、そうそうそう、やばいやばい、分からなくなんねん、大概とな。そうそうそう、2番とか、ほんであれこんなんやったっけみたいな。そう、2番なんてめったに歌わへんしな。そうそうそう、どういうの歌ったら正解。私鈴掛け歌ってよって言われることが多いねんけどさ。あー、出た。鈴掛けはさ、あのこう歌うなんかね、うん、ほうほうえみよう、ほうほうえみよう、だから、うん、か絶対一人じゃ無理やね、うん。で、一人でこれをどうやって歌ったらいいのも無理ってなるから嫌だ。私ら真面目やからそういう部分も考えちゃうの。そう、勢いで言うへんね。えー、じゃあ歌いますよ、イエーイ、ほうほうえみよ、一緒にみんなでとか言うへん。いや、そっか、そういう風なテンションでいける人にならんとあかんない、ね、うん、無理無理や、ほうほうえみ、あ、一人じゃ無理でした。無理や、ね、笑っちゃう、笑っちゃう。皆さんこんにちは。だってだっていないいない言うてる人がいきなりご報告ってあるもんだって。なるほどね。お子ちゃんも猫アレルギーなのにめっちゃ飼ってる。みんなアレルギーに反抗するの何？好きやからな。ああ、そういうことか。人からいいな。みちはぜひとも鈴掛けなんちゃ。あ、ほらほらな。みんな2番は歌えない。ひかるくん、キラキラ。ありがとうございます。いっぱい、ナイス。本人から出てしまった。お知らせ、まもなく配信終了となります。コメント、星投げ、カウントのし忘れはありませんか。ありがとう、ウッキーさん。樫本さん、お子様ありがとう。アニソン締まりで。あんたんライブやん、AG 会。Dear My Teacher、エミちゃんパートないのよね。よう覚えてる、ほんとに。恋愛機会届け、一人は無理、絶対無理。無理なじなるなら。わからなくなっちゃう。呼吸困難になる。ってなる。いじねさん、まりもと、ひかるくんハート、ありがとう。我が家も全員猫アレルギーだったけど買いました。もうそれはもうかわいそう。エンジさん、お邪魔ないぞ。石田さん、ハートありがとうございます。皆さんありがとう、本当にありがとう。なんか本当にあれですよ、投げるなら今ですよ皆さん。今やで、今やで。なんか忘れてると思ったら下地塗ってないけど、もうほぼ出来上がったから終わり。年B の PV 集のブルーレイ買ったから、また鉛筆探しよね。お、探して探して。アレルギーないけどペット飼えない、マンション的な。今でしょ、今でしょ。石田さん、ハートありがとうございます。ちょ、何の曲？これ悪魔の。知ってるの？なんでやったっけ？進撃の巨人。はあ、だからや。見ててん、進撃。マジ？もう見てん。現役時代は NMB のな、うん、時はあんたんが女型の巨人やって言われてたやろ。言われてた。その時は全く知らんかったから、うん、何を言うてんやろうなと思っとって、うん、巨人言われててかわいそうやなと思って、うん、最近見て、ああそういうことだ。思った。あれから月日はエグトと立ち、そう、その時私は気づいたのか。気づきました。やっと気づいた。 あとランキング発表の時間です。はい、ランキングを発表させていただきます。いきます。はい、13位、おお、じゃ、13位三尾さん、12位レオさん、11位ヒカルくん、10位樫持三蔵さん、9位ヤンチョクレさん、8位ビビビビビビビオロゲンさん、7位ターボー、6位シンジさん、5位カワちゃん、4位石田正しさん、3位ウーカメインの箱押しさん、2位水ムーさん、そして1位は玉ねぎさんでした。イエーイ、ありがとうございます。 B 毎日1個ずつ増えてるんですよ。そう、B 増えてるから。でも私が言うの1日1個ぐらい減っていってます。反発してる。そう、反発して分からへん言うて。
ありがとうございます。メイクはなんとなく完成したけど髪の毛がまだボサボサですが、ありがとうございました。次回2時ぐらいから、配信させていただきます、はい、1位までちょっと昨日よりは縮まった、ちょっと縮まった、1位まで頑張っていきたいと思います。そう、毎回呼ばれ方違う。そうなの、ひかるくんさん、ナイスありがとうございます。あ、えみちのファンクラブ入るんやったら事務所のサイトで入会するんかな。あ、うん、神枝えみかファニコンって調べたら出てきます。いや高いのよ。あー違う、ごめん、タミゴがファンクラブ高いみたいになっちゃった違う可愛いなって思ったワンピースがあって、うん、でブランド名載ってたから調べて、うん、見たら24,000円しなかった。うわー高い、それはそれは高い。まあポジティブに捉えてみる、あの可愛いと思ったものが高いってことは見る目が高いっていういいことだ。ちょっとごもってるからやり直す過去にはいけない。今何時？37、37、8。あ、オッケー、あと3分ね。あと皆さんタイムキーパーよろしくお願いします。ファミコンじゃないの、ファニコンなの。まあまあ熱出てるんで一旦遠い世界に行きます。寝てください。あ、いじりさんもファニコンです。宣伝あったもファニコンやってます。ポコちゃんもやってます。ポコちゃんもやってます。でも兄さん応戦もありがとう。14時は投げれると思う。ありがとう。お花畑見えてきた。やばいやばい、気を確かにな。ありがとう。あと3分で終わります。2分か、あと2分で終わります。24,000円は高いよね。39分でできる、うん、で切ります。とりあえず11万今日頑張ります。まだ日にちはある、うん、3週間で。うわ、ダデイクさんありがとうございます。3週 Z できひんって言ったけど本当にありがとう。ポコちゃん入れてる、ポコちゃん入れてない。お、あ、夜勤明けだったわ、お疲れ。ポコちゃんもファニコンもいたりします。ダデイクさんはあんたんも、ダデイクさんはいてくださってる。あんたんもサポートしてはる。坊ちゃんに何かお伝えすることはありますか。頑張ってって、頑張ってって言ってたよって。みつよさん、それでは頑張って、ありがとうございました。皆さん、それではそろそろ終わる時間がやってまいりました。多分もうそろそろだと思います。あ、こうしたらいいな、分かった、こうしたら見れるわ。時計なんだ、あんたん今日配信って。いや、ちょっと迷ってる。迷ってるそうです、うん、でも、ね、やるかもしれん。やるんやったら夕方と夜と、あのエミカが帰ってこうへん間にボーダー狙うって感じ。やるんやったらだそうです、うん、ボーダーが大変さ。あ、お時間です。了解、ありがとうございます。皆さん、タイムキーパー皆さん、また後でね。ありがとう、ほんならね、バイバイ、ありがとうございました。